や、来たんだね。そろそろ来る頃かなってそう思ってたんだ。風神バルバトス、あいつならもうモンドから消えたよ。隣のリーウェにいる岩神や稲妻にいる雷神はまだいるけど、モンドの人々はもう長いことその神には会ってないんだ。どうして風神のことを？トワリンのせいかい？それは神のことだから。ふーん、そういえばみんなは風魔竜をどう思ってるんだい？気になるな。ま、そんなに急いで教えてもらわなくてもいいよ。どうやら不満を抱く者がいるみたいだね。風が強すぎて目も開けてられないぞ。あの生き物はそよ風の影響でしか現れないのか。あの緑のやつを追ってきたのか。あいつと風元素の関係はお前よりずっと深いみたいだな。ついてこれるかな。風向きの影響を受けるのは竜だけじゃないようだね。そうだ、さっき誰かに竜の過去を教えてもらったって言ってたね。そうだったのかい。リサという人はそういう風に思ってるんだ。そう、ここまで来たのは双方が武力行使をし始めたからさ。でも彼の最初の憎しみは人々が四風守護を祀らなくなったからじゃない。あれは自然に生まれた憎しみなんかじゃないんだ。腐食された後の産物だよ。腐食？心臓に流れ込んだ黒い血が彼を苦しめ、何年もの間穏やかに眠れていないんだ。だから今回目覚めた彼の精神がアビスの魔術師の呪いによって腐食してしまった。人ならざる者によって結成されたアビス教団、人類の敵となる組織だよ。彼らのことはよく知らないけど、人間の世界に対して深い悪意を持つことだけは知っている。荒野のヒルチャールも奴らの指揮で動き、奴らの手足となってるんだ。ここに来るまで僕もトワリンと同じ呪いに蝕まれていた。でも今僕たちのいる場所は英雄の象徴、モンドの全ての源だ。木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂いがする。君と一緒に木陰の下にいると、竜の涙が浄化された時みたいに、僕の中にある毒が消えていくんだ。うん、だいぶ良くなったよ。それで、お前はどうして毒を？それはまあ、前にトワリンと会話しようとした時に、誰かさんに邪魔されてね。そのせいでトワリンの呪いを払うどころか、自分もアビスの毒に蝕まれちゃったんだ。そうだよ。ねえ、お詫びに僕と一緒にモンドの大聖堂に行ってくれないかい？モンドの大聖堂？何しに行くんだ？取りに行くんだ。ライア、天空をね。何かお困りですか？
それで天空って一体？モンドの至宝、風神バルバトスがかつて使っていたライヤーだよ。天空のライヤーがあれば、僕はトワリンを悪夢から目覚めさせられる。本当にそれで風魔竜の破壊を止められるのか？もちろん、僕はこの世界で一番の詩人だからね。過去、未来、そして今、僕の知らない歌はないよ。僕の目を見て。僕のこと頼もしいと思わない？それでどうやって天空のライヤーを手に入れるんだ？大聖堂のとある安全な場所に保管されているって聞いた。まずは下調べだ。もし興味があるなら一緒に来てくれても構わないよ。まあ見てて。こんにちは、シスターさん。風神のご加護があらんことを。若き詩人さん、何かご用かしら？実はね、モンドの危機を救う方法が分かったんだ。あら、それは風神に感謝しなければならないわね。でもそれは騎士団に報告するべきよ。関係のない修道女に行ってもどうにもならないわ。そんなことないよ。お姉さんの力が必要だから話してるんだ。そう、例えば天空のライヤー、あれがあれば僕は風魔竜を。お帰りください。え？あれはとても凶悪な竜ではありますが、代理団長様が意を決すれば倒せないこともない相手です。それはダメだよ。そんなことしたら風魔竜が死んじゃうじゃないか。東風を裏切った愚従です。風神様だってあいつを許したりしないはずだわ。お姉さん。ダメなものはダメよ、詩人さん。この子にお姉さんって呼ばれるとなんだか不思議とちょっと嬉しいわね。うん、仕方ないね。これ以上隠したままにするわけにもいかないか。僕の忠実なる信者よ、喜べ。今君の目の前にいるのが風神バルバトス本人なんだ。驚いた？泣きたくなった？使える神様に会えてどう？感動した？他に用がなければ私は戻って仕事をさせてもらいます。シスターは振り向かずにそのまま行ってしまったよ。でも予定してた目的はクリアした。少なくとも彼女はこの大聖堂に天空のライヤーがあることを否定しなかった。それで騎士団で話題の新人君、君もやってみないかい？風神のご加護があらんことを。あら、あなたは騎士団の新メンバーね。どうしてここに？代理団長様から何か頼み事かしら？本当にあなたのことを疑ってるわけじゃないけど、少し前に怪しい詩人に同じこと言われたから。彼はデタラメを言っていたわ。アマツさえ自分のことをバルバトスだともね。きっと何か企んでいるのよ。天空のライヤーにはその仕様に決まりがあるの。バドル同祭の期間中だけ使えるのよ。それに貸し出しには団長、主教、それから民衆の代表者の同意とサインされた書類が必要だわ。それで騎士団のサインは？おい！とにかく書類は必須よ。最近は忙しくてね。他に要件がなければ失礼するわ。
やはり君でもダメだったか。分かってたのかよ。ま、騎士団のスーパールーキーの実力を見たかっただけだからさ。それにほら、勇者が村に伝わる宝剣を手にする。こんな展開、歌にするにはぴったりじゃないかい？なんか失礼だぞ、吟遊詩人。誤解しないで。これはモンドに対して失望しているんだよ。勇者相手に宝剣を蹴散るなんてね。さて、ちゃんとした方法で借りるのは無理みたいだから、別の手を使うしかないね。自由意志を尊重して、君の意見を聞こう。どう取ればいいと思う？さあ話そう。好きなだけ話すことこそ自由ってものだろ。君最初からそれはないよ。真面目に言うとさ、僕より君の方が向いてると思うんだ。だって僕は歌うこと以外長所と言える長所はないからね。それに僕は一人ぼっち。捕まったら冤罪を晴らしてくれる人もいない。きっと重罪に問われる。泥棒して捕まったなら別に冤罪じゃないだろう。でも君は違う。君はモンドに貢献した騎士団の未来のスターだから。ミスしてもちゃんと説明したらごまかせるかもしれない。それにここの守衛たちは夜になると帰っちゃうらしいよ。タイミングをちゃんと狙えばミスをしたくてもできないと思うんだ。ミスを前提に考えるな。君はどう思う？確かにそういった気が。だから？おや、それはどうして？こいつの過去に関して機会があったらまた教えるよ。
何をしてる。まずい、逃げろ。ディルク様、こちらが今週の帳面です。今度の風災、やはり影響が大きい。早く収まるといいですね。オーナー、人が少ないところないかな。2階なら人は少ないが、しかし君は銀融詩人だろ。賑わっている場所の方がいいと思うが。演奏はまた今度やらせてもらうよ。先に2階に行くね。また後で。彼らを見張ってくれ。あの詩人は怪しい。僕は状況を聞いてくる。誰にですか？モンドの警備員たちにだ。何になさいますか？2階に行かないのか？急いでいるみたいだが。ディルク様、泥棒を見かけませんでした。何があったんだ、こんなに人を出して。ディルク様はご存じないのですか？泥棒二人が天空のライアーを盗もうとしたんです。ほう、それは珍しい。ええ、天空のライアーは風神様の宝物。これほど貴重な文化財を。金にならないものを盗むバカがいるとはな。うちの酒蔵を狙った方がまだ儲かると思うが。おお、ああ、話がそれたな。金髪と緑色の二人はあっちに行ったようだ。かしこまりました。ディルク様、ありがとうございます。今日はどれにしようかな。カウンターから取った酒を置け。冷たいのでいいかな。そろそろ僕の質問に答えてもらおうか。まずは飲ませてよ。ちゃんと払うからさ、僕の歌で。金の問題ではない。それに君はまだ酒を飲める年ではないだろう。それなら安心して。僕が酒をたしなみ始めたのは君がまだ。こちらはディルック、酒場のオーナーの、そのさらに上のオーナーだ。彼は有名人だよ。ちなみに僕は彼のワイナリーのダンディライオン酒が大好きなんだ。いつもはグラス売りでしか買えないけどね。衛兵から泥棒の話を聞いた。先に言っておくと、
天空のライアーを盗む度胸は気に入った。君たちがバカだとしてもかなり珍しいタイプのバカだ。盗んでない。真犯人は他にいるぞ。こちらは騎士団のスーパールーキーだよ。モンドの秘宝を盗むなんてありえないよ。スーパールーキー。ああ、君が。君はあの銀融詩人と仲がいいのか。ふん。旅人の君がモンドの危機を救ってくれたとは。君のような人材が騎士団に入るなどもったいない。セピロス騎士団は風魔竜の剣に関してずっと臆病で、それでいて効率も悪い。外交面もファドゥイに対して弱い上に保守的だ。チッ、いい、この話はしたくないんだ。リルックはセピロス騎士団が好きじゃないみたいだね。目指す道が違うだけだ。モンドに対して僕は僕なりの期待を持っている。それで質問に答えてもらおう。なぜ天空のライアーを盗もうとした？本当に知りたいの？騎士団関連のトラブルに巻き込まれるかもしれないよ。フッ、トラブルは怖くないさ。僕自身がその騎士団にとってトラブルの種だからね。じゃあ真実の物語を演奏したら信じてくれる？状況次第で判断する。じゃあ演奏のお題はくれるかい？報酬はゴモラから天空のライアー、君の物語次第だ。いいね。もう一曲追加しようか。先ほどの叙事詩は一体これは重大な秘密のはずだ。なぜ僕に見せた？なぜだろうね。うん、風向きが変わろうとしてるからだろうね。どうかな、リルック。面白い。少し時間をくれ。情報をまとめよう。異邦人、君は騎士団の肩書きがあるから疑われていない。指名手配には金髪としか書かれていないから、衛兵は君のところに来ないはずだ。しかし銀融詩人、君は酒場から出ない方がいい。それなら問題ないさ。僕は酒場が大好きだからね。では夜、酒場の営業が終わった後ここで合流しよう。